はいどうもミスターです。今回はね、モンキーノリとか四ミニノリの方たちにね、かなり定番のキャブレターの紹介します。吉村のじゃーん TM の2426もありますが、まあだいたいね、88からまあ106とか110とかそのぐらいまでね使えるあのキャブレターですね。で今回はこのキャブレター、ちょっとねあのオーバーホールしようと思います。大したポイントもないんですが、一応ねニードルジェットということで、そこのあたりをね、洗浄してやってみたいと思います。それでは分解します。じゃあ見慣れたね感じだと思います。じゃあまずはね、外していきます。このデュアルファンネルはね、結構高価なパーツなので丁寧にね外してください。こうやってでね、いつものようにこの取り皿があるとねなくなりにくいので、あるとおすすめです。そうこうやってね押しても大丈夫。 OK ね、じゃあまずはバラしていきます。いきますよ。あ、ここにね芋ネジがもう一個、ちょっとね小さいサイズに今ないので外していきます。このね取り外しする工具は、サイズに合ったものをね必ず使用してください。ここがねサイズが違ったりすると最悪です。最悪の場合はねネジ山が壊れて取り外しが困難になる時があります。なのでね、この辺はね、しっかりと。まあ、サイズさえ合ってればよっぽど大丈夫だと思いますけど、まあ、何もね、そんな一流工具のメーカーじゃなくても OK です。はい、それじゃ外しました。じゃーん。こんな感じ。このね、キャブレターは、駆動車からね、外したキャブレターになります。なので、ちょっとね、洗浄が必要かなと思います。ちょっとこんな感じですね。じゃあね、フロートを外していきます。外してね、フロートバルブも外して、ここはね取りにくい場合は結構やっぱ固着してますね。結構これこんな状態、ここね結構固着しております。あーもうカチカチだね。これオーバーフロー確定してます。で、メインジェットを取り外します。取り外します。で次スローはこのなんていうんですかね、確実にサイズが合っていないとあの舐めて大変なことになります。こうね、できればこれギリギリぐらいの大きさのマイナスドライバーを用意してちゃんと水を当ててね押しながらしっかりねじる。これができない、このドライバーが用意できない場合はキャブレターのねオーバーホールはやめてください。まずあのネジ山行ってあの取れなくなります。はい、こう取りましたね。もちろん詰まっております。ちょっとね、あのペンチを持ってまいります。はい、それじゃあねここ外していきます。掴んで引っ張ります。おお。よし、取りました。これね今はもうここ押せない状態ですね。もうこれは確実に洗浄機につけてください。それではねいきますよ。入れました。メインとスローも入れました。そしていつものようにこいつギューっとね、このねエンジンコンディショナー、これおすすめです。はい、それじゃあね一応念のため
こちらもね、あ、こいつは取った方がいいかな。はい、それではね、バラしていきます。ここのネジもね、チャッチャッチャーと緩めていきます。このガスケット、ここもあるんでちょっと大変ですが、この中をね洗浄したいので、どうしてもねつけなければいけません。よし、OK、はい、それではね、最大のポイントと言ってもいいと思います。吉村のねこのキャブレター、何がポイントかというと、これね外しますよ。ここのここのね、ジェットというか、このニードルなんですけど、このニードルジェットのここが詰まるとあんまりよろしくありません。なのでね、こいつは、洗浄液にねつけてください。しっかりねネジを外していきます。こういうところもね、もちろんサイズの合ったねドライバーを使ってください。壊してからではね、ほんと遅いので。どうしたかな、はい、こんな感じ。できればねパーツごとにトレイを用意すれば間違いはありません。よし、こんな感じで、ここをね、洗浄したいと思います。これがね、こうなっていましたね。真ん中あたりかな。じゃあこいつも洗浄します。はい、それでね、今回ニードルジェットを洗浄するときはこういったね、こういうもの、こういうものにねつけるといいかもしれませんね。入れます。入れました。でね、キャブクリーナーをジュジュジュと入れたら口を閉めて、これで OK。 それでね、まあ1日ぐらいつければねいい結果が出るかなと思います。それで、先ほどねつけたやつらも一度ねこの中に入れます。入れます。でもう一度 OK。ね、この辺もよく見て、まあね、この辺はねプラスチック系はねあんまり強い薬品は使わない方がいいと思います。はい、こんな感じ。それではね、洗浄がうまくいったら、もう一度ね作業を再開したいと思います。それでは今しばらくお待ちください。はい、それではね、洗浄が終わったのでキャブレターを組み込んでいこうと思います。それじゃあね、じゃじゃーっと出していきます。これね、はい、じゃじゃじゃーっとね出していきます。ちょっとね出していきますよ。よし、じゃあキャブクリーナーでね洗い流します。これもねこちらね、しっかり見てもらいます。 OK ですね。 OK です。 OK ですね。ニードルジェットもしっかり流します。 OK ですね。はい、じゃあ組み込んでいこうと思います。こちらもねすべて、洗浄してあります。じゃあまずはね、こいつから、ね、は
めて、こいつ、この押さえをね、つけていきます。押さえをね、しっかりとネジを締めていきます。ここは緩んでいるとね、不具合が発生しますので、しっかりと締めます。次、じゃあメインジェット。ここはね、サイズの合ったドライバー等でね、使用してください。ね、しっかりと締めます。ギュッと。それではね、スロージェット締め込んでいきます。何度も言いますが、こういうところのね、ドライバーのサイズ選びはね、もうほんときっちりしてください。じゃあ閉まりました。じゃあバルブを入れます。はい、OK ですね。で、次はね、こいつ。こいつ入れていきます。よし。入れますね。フロートをつけて、つけましたね。そして、洗浄したこの蓋をつけます。この蓋をね、つけていきます。で、まあ、ネジはね、しっかりと締めてください。しっかり色合わせてね。いきます。やっぱしね、何度も言うようですが、トレーの上とかね、そういうところで作業した方がいいです。細かいものはやっぱなくしたら見つけにくいのでですね。でここら辺もね、一気に締めずに対角線上にね、決めていきます。まあね、トルクレンチ、丁寧にやる場合は使った方がいいと思いますけど、もうね、ググって締まっていれば、ここら辺はね、まあ、まず緩まないです。あんまり強くやるとね、バーンってなっちゃうんで、で、次。一応ね、この辺も入れておきましょうかね。で、ニードルを入れます。ニードル入れたね。ニードル入れたら次こいつを、まあ向きは大して関係ないですが、入れてドライバーでね、ネジを締めていきます。うん、そうか、こいつは細いんだったね。もちろんここら辺もね、工具のね、サイズ選びはすごく重要なので、サイズが合ったね、工具でね、必ず締めてください。よしね、ここもね、ここがね、詰まりやすいんですよ。なので、ここが洗浄できていればね、性能を発揮しやすいと思います。これここのでもね、画面向かって下側の方がね、溝があるので、そこにこいつを合わせてこうやって入れます。そしてバネを入れます。それでそれができたら、ここをね、入れていきます。よし、中に入って、でバネを入れます。で、ここのガスケットが破れてる場合は交換してください。それでは閉めます。とりあえずね、これアクセルスロットル組み付けてから本締めします。おうおうノー、これ中、今ね、すみません。ちょっとね、中のパーツね、付け忘れてしまいましたね。ここですね。ここ。ここにこのワッシャー入れてもらって、で、メインジェットを締めますね。ちょっとわかりにくかったですね。さっきひっくり返した時に落としてしまいましたね。で、ここはしっかり締めます。さあ、これでほぼほぼ完成です。あとは
このねデュアルファンネル、このファンネルを組み込んで、今回はねこの TM24 のねキャブレターのオーバーホールはねの紹介はこれで終わりとなります。まあこのねデュアルファンネルもねかなりいろいろ皆さんいろいろ意見があると思いますが、まあどうですかね、ファンネルつけないっていう方もいますし、まあ昔からデュアルファンネルだよっていう方もいますし、いろんな方がいると思いますが、まあね思い思いにつければいいと思うんですよ。はい、どうこう言ってる間にね完成しました。こんな感じ、こんな感じですね。あとはねエアスクリュー、アイドルアジャスターでね調整してください。こんな感じですね、知ってるかな。はい、どうも。それじゃあねキャブレター、完成しました。まあね初心者でもね、頑張ればできます。やっぱしまずは、合った工具を使用する、サイズの合ったね工具で、あとね、作業するときにやっぱトレイとか何かパーツがねなくなりにくい環境で作業する。あとは、こういったねケミカル類、まあ、あとはエアがあれば便利ですけど、エアの場合はね気をつけないと、エア圧が強すぎてパーツどっか行っちゃいますので、その辺を気をつけてやってください。あとはキャブクリーナー、そんな感じですかね。なので大きくまとめると工具、あとはトレーなどの環境、あとはケミカル類、それだけね注意すれば、誰でも簡単にキャブレターのオーバーホールはできます。もしねなんか不安なこととかねやり方とわからないことあればコメント欄でね聞いてください。タイミング合えばねどんどん答えていきます。今回は吉村の TM の24でした。ご視聴ありがとうございました。また次回もね次は26やろうかなと思います。よろしくお願いします。モンキーのキャブレターを洗浄してみよう。